浅草がまずさ、まず浅草がまず楽しい。ドラえもんも来てくれたの。ドラえもんも前回の浅草のイベント来てくれました。そしてお菓子の差し入れもね、ありがとうね。差し入れもありがとう。すげえ来るよ。7月9日の浅草のイベントね、宮城県から三好ママ来る。ね、みおりちゃん、宮城県からみおりちゃん、みおりちゃんの旦那さんも来る。栃木県からもね、来る。ね、うん、待ってる待ってる。そして、山梨からおか、ありがとう、意外と似合うかしら。ね、意外と似合うなのね、本当に。ちょっと、わかんなかった。わかんなかった。ありがとう。ありがとう。ギフトありがとう。そう、栃木県から二人くらい来る。そして、ね、あと、大阪から二人来る。ね、あちこちから来るか。ね。そう。みんなね、かのちゃん、ハートミーありがとう。チームトン募集してるよ。メロンちゃんもお帰り。メロンちゃんもお帰り。ね、ぜひぜひね、今ね、ここで繋がってないお友達、未来の親友、現れるかもしれません。よかったらみんな、お友達になってってくださいね。そして、今日さっき話したけど、いや、ビリヤードとか言ったんだ。もうビリヤードさ、あれだな、俺の9って棒なんだけど、棒。ね、うつぼ。あれも曲がっちゃったよね。そうそうそう。ありがとうありがとう。ワクピー、そんな気使わないでね、みんなね。ね。ね、ジズちゃんもね、ありがとう、ハツミン、クラッカー、センキュー。ハツミンどう？順調？いや、配信は順調ですか？みんなで頑張ろう。なんか、花割ってんのかな？ね、花冠なんか似合ってたね。なんか思わずこんなになっちゃったよ。ビリヤードね、本当に。だけども、さ、ずーっとやってないじゃん。やっぱね、ずっとやってないとどんな感じなのかね。あ、バラありがとう。春菜ちゃんもありがとう。あ、春菜ちゃんじゃない。シャルナちゃんと春ちゃんありがとう。7月9日ね、浅草でイベントやってるんで。ね、ありがとう。春ちゃん、ありがとう。おー、なんだっけ。鶴ありがとう、鶴。折り鶴ありがとう。そう。で、いつかみんなで、占い関係のとかスピ関係のみんなは、いつか一緒に、このトムと、この沙織先生と愛先生と一緒に、縁結びの鶴ありがとう。ありがとう。一緒にイベントやりましょう。